はい、では WWE2 戦目いきましょう。クラリライジ VS フックバング、よいしょと。はい、準備ができたらスタートボタンを押してください。さあ、今回の、このカード、何の感の言いながらクラリさんが苦手意識があるバングというカード、さあバングライチのこのカードは個人的に俺がバング使った時はライチはめんどくさいかなって思うカードだったんですけどね。さあもう途中から入ったにわかバングとやり込んでる人の違い見せていただきましょう。ライチ VS バング、開幕ジャンビー空中ヒットしっかり確認して A 釘からマークつけていく。さあ面端ダブル総称から大きい攻め、釘重ねてここジャンプ逃げていく、裏回り下段のみ刺さって、さあ立ちくらいロクシーコン、画面弾いてしているのはライチが手で当たる。流れはライチに転がりつつあるが、さあフックバング持ち前のガードの硬さをここで発揮したいが、ロックエミューズにり当たってペースは切り返す、毒つけてバングのターンに転がる、押し切ったタッチ、毒つけ直し、常に毒、常時毒、設置からペースを作りたいが、チャンシー、お見合いが当たる、この設置が見えない、不思議になる、一本取ったらバング、開幕触ったのはライチ側、ニリがスカって棒当たってロクニからツバメ中央戻して、さあここは投げスカルの入力ミスのタッチが見えました。投げたのはライチ、ロクニがさね、ここは中段刈り取っていく、画面端一気に体力奪うが、このミス見逃さない、立ちで差し込め、しかししゃがみくらいロケから西総称で低空総称をしっかり刻んで、タチリー総称タッチはしない、ここは攻め重視、接地釘コン、投げたなバング、ここでバスト、三振はしっかり飛んでいる、千里がスカってしまったぞ、しっかり押し置き、さあ一戦目取ったなバング。やっぱり今回のバング設置釘を使えるようになると本当に面白そうに見えるんですよね。俺設置釘置いてあると総称とかジャンリシーとかで暴発しちゃうんでね、いまいち難しいんですけどね。2戦目、先ほどの試合を踏まえた上でどう動きを変えるか、逃げ投げここで通していく、画面端維持したいが、ここが棒が邪魔してしまうが、ここがフォローしていきたい、下から勝ち上げる、ジャンエ投げ紫抜けていく、釘刺して駒投げで崩して、ジャンエ強い、しゃがみくらいジャンビー刺さって一気に画面端押し込んでいく、棒設置上からかぶせて、ここは釘使って脱出、うおー、三振踏み潰される、裏回り直がしっかり見えている、立ちエスカシからのちょっと待って下段卓、見えてるからこそ食らいたくなる、 6D ラピアンから攻めていったが、ここはカウントアサルト切り返していく、殴ってるのはバング、 6A は空中フライ、さあ裏回り 2D 反応したところは逆手に取って後ろから投げる、一本取ったのはライチ、対空ジャンピー下から勝ち上げる、 6D から5つ構えからの直投げ、
さあ攻めの起点はいつもライチ、画面端意味から2位さらに下下、ここで中断一戦、一気に体力溶かしてまだライチのターンが続きつつ、飛べるが逃げ切れるか、めぐりガードは失敗になってる、チョップジャンビー当たったところ、ここなくなくパスを三振当たってワンチャンス、クギ当たってジャンディが飛べないがフォローしっかり立ちに総長接地から、ここは画面端捕まると怪しい感じ、ツバメフォローしきりちょっと危なかった。さあ1対1、釘踏んじゃったのかラスト、多分違うかな、しゃがんだったか後ろ入れたかで釘が反応しちゃったかだな、ちょっと分かんない。いちいちの状況、試合の展開は疑われない、グータイクしっかり確認、釘は使わずにそのまま勝ち上げ、マークだけしっかり飛んで、ね、6へ当ててからの投げ、引きずり下ろして裏に回るか、ここは大将空投げ置いてある、タイク6C からミスるか、ここは 2A 押したの早かったのライチ、この状況で 6D 裏回り、そうでしょターンが切り替える、バング側立ち 6A から 2B テイクぞ、ジャンディ当たらず、まだ分からないがビークに爆風に巻き込まれる、今こそ僕は開幕早々当たるとフェイタルかなり痛い、ユリより当たってここはコンボには行ききれず、中央の殴り合いずらしてここは 2D か何か構えようとしたのに棒当たる、ロケは立っている、立ち絵対空しっかり確認、空中から引きずり下ろしていく、画面端取り囲う、こうなるとバングがかなりきつくなる、設置したところ見逃さず飛んでいく、6位当たって家から刻んで総称だ、画面端ご招待、釘から6位いったところつまみで割り返す、 2A で刈り取ってコンプリセ、6位優勝から当たる、バックステ逃げていく、体力リードある愛知側、まだしかしワンコン圏内にバンクがいる、釘設置2へから6、さらにタクっていくが、ここはガードしっかり三振のスカリ、ここは貫通しちゃう、ジャンディ置いてある、めぐりからのめぐりからのタッチはつまみで割っていく、いちいち棒設置、ドッグギ刺して6ミから寝っぱなし、 2A で刈り取る、これは痛い、ムササビジャンビは下げ重ねっぽくなる、ここは早めにバースト使って切り返していく、 2A から 2C、 タッチ C から設置からの 6A、 ここでバースト、6ミ早めに立っている、ここは中央までラインを下げて相打ち、ドッグはつかない、手だ押したところ、立ち絵置いてあったな、バングはテーダ BC 通ってテクソ設置、総将からの攻め、 D クイからのロビー立ってる、その後のニエが反応できず、まだ死ななさーだが投げていく、おそらくガクヤ投げでワンチャンス掴んだの、ライチ側チョップツバメ生ヒット、まだ分かんないし一風撃、ここは逃げ切れず、
さあ試合カウントは1対2になりましたかね。開幕走り込んだらバングが2B 立ち B から戻ってくる。2A 2発目が当たっちゃう。通常投げ飛んでいる立ち A から立ち B に対してツバメ割っていく。チョップ当たって、さあここのフォローはうまいが棒が当たって離しちゃう。投げ抜けて釘ガードして裏回りからの 2A はガードしてバックして距離を離していく。固めてここはしっかりガードしきり、うわーなんだ投げたのはライチ。しっかりと慌てずコンボ完走、立ち見からした。この指導は美味しくなる。画面端まだ知らない、ここは見逃さない。先ほどの動画立ちでしっかり差し込んでいる。戻ってきたブーメラン、ジャンビー出してダウンアジ。ここがカウンターサルト、 D クギ使っても逃がしたくなかったか。ジャンエ置いてある、珍道でしっかり殺しきり、一本取ったのライチ。まあ、一応補足と、バングの揺り寄りことジャン 4B は出した瞬間に後ろにも判定あるんで、空投げとかやられるとああやってかギュイーンって座れちゃいますね。さあお見合いからログビーからの投げ、美味しくなったのライチ。しかしコマ見せる、なんか立ち見当たってお互いテンパる。一旦呼吸で A 釘の滑空に対して 2A 置いてある。ターンを取ったのはライチ側、ツバメ締めからの攻め 6D、 ここは林つけていく。国士君出して切り返していく、立ちから 6D いつ構えてからのチョップ、一周回って見えなくなる。テータジャンビー当たって大文字フォローする。画面端のコンボ、次のセットプレーから死亡が見えそう。走っての投げはしっかり抜ける、体力差はかなりついてしまったが、 OK から、ここは様子見、空投げで仕込んじゃった音が聞こえちゃいました。ここは地上投げ掴んだのライチ、2対2。いや、わかんねえな、これ全然どっちに転ぶかわからんぞ。試合本数は5試合目、空対空から見逃さないバング、しっかりと火つけてジャン 4B 透かして下段卓接地区にツバメ読めてるが、その後がちょっと遠かった。下段ジャンビー当たって今度はライチのターンへ、スライド投げ、体力並んでターンはライチ、うわいろいろ噛み合った形になる。立ち合いは見えた、すげえ減ってっけど、うお死んだし、マジか。アクティブフロースタートだったからかなり減ってましたね。さあ1本取ったのライチ、防設からジャンビー高出し当たって、その後は繋がらないが攻めている。ここはガード固めてチョップ、画面端お構いなし繋いでいく、しっかりダメージ取ってスライド投げ、いつ絡まって、ここは立ち見に 6D 合わせられる。画面端ターン交代、オーバードライブ使って直でエクシード打っていく、お互い絡まって空対空ジャンエ、空投げスカル、
空中戦、ジャンディ高出しは当たってしまうよ。ディークギボルタがちょっとわからない。引きずり下ろしてチョップ、あここでライチ3本目逆転になる。先に折り返しを踏んだのはクラリライチ側、しかし試合の展開はどっちに転ぶかまだ全然わかんないですね。6試合目、試合カウントは3対2。目の前落ちたところ、手出したくなる気持ちすごくわかる。コンボは完走できなかったが、ここでバングのターンになる。空想からタチディーソー、ここは設置からの 3C からのタクは見えている。エクシードしっかり割り込んでいく。一塁からで何曜日からの直投げ、これは無理。さあ設置クイーン、ミート踏んだの見逃さない。つまみ置いてあるチョップ、 6D から総長。さあここはあの釘使わせたくない。ツバメを強気で打ってギリギリ死ぬかわからない体力だが、完走で死にそう。リュウイソ残らず。さあリュウイソの保証を上げた人は本当にすごいですね。これマジで強いと思う。さあ直眼できたのにここは割れず、2発目当たってコンボ水に救われる。ここはタチ当たったらマング、しゃがみくらいはちょっとお安いがしょうがないんですね。今回6ミからタチ当たる、見逃さないがこちらもコンボつながらない。正段 BC DD かけてしっかりとここは固めていく。からの投げ、投げ前ギリギリしっかり掴んでいる。ドッグに刺さって攻め継続、体力がじわじわ溶ける。暴発者でディークギリ1本が消えました。ここは美味しくいただいたのライチ、ツバメスカって2発目当たって、まだ分かんない程度当たる、棒当たる、投げを外してディークギからのタッチからの柱。さあ1-1ですね、まだ分からない。ハイジャンプジャンピー空対空、仕掛けたらバングしっかりとマークつけて2枚回収してめくりたく、画面端をつけるバースト、しかしこちらはオーバードライブ割り切っていく。表からの裏はカードしてる、裏回りとりあえず画面端を押し付けたい。中段立っている 2D 爆発から釘投げたのか、ちょっと見にくかった。さあ一気に流れはバングに転がったかと思いきや、依然画面端背負ってるのもバング。 6D から総長、体力はまだ2割残っているが手だ、ここは逃げ切れず、そのまま殺しきり3対3。いやー分からんぞ、これはまだ分からんぞ。お互い中央での見合いから一発当たったのはライチのジャンビ、致命傷にはならないがなし崩しに、あー 6A から見えてる、こちらは間に合わずエクシード返していく。ちょっと熱い展開、今の PV に使えるレベルだった。さあ 2D 巻き込まれる、フェイタルから画面端
立ち立ち立ってる6人、あごめんなさい、立ちにはしっかり勝つし、2へ刻んで立ちくらいの素手6進挟むやつ、ボート橋当たってここも見逃さない、体力5分の状況からシーフ、あー打ち、チョップ立ってる、三振飛んでこちらも被害なし、下段が当たって踏み込んだとこ、立ち身を強い、しっかりと顔面捉えていく、ここはそのまま殺しきり、一本取ったな、ライチ。開幕ジャンピー引っ掛けてからずるしく投げていく、こちらもジャンピー引っ掛ける、ここは完走できない、2回前お許しできませんでした、たじみ6進からの最大パーツっぽいやつ、エクシード当たらないが、その後の展開はライチ有利、チューンが当たって、体力一気に溶かしていく、画面端地獄が始まる、ジョップここでバスト、空対空ジャンシー引っ掛けて戻ってくる、カウンター当たると使ってもうかけるがまだ知らない、ティークギ使って取った、ここに来て読んで見えず、さあリーチをかけたのクラリー、さあ試合カウント4対3、先にリーチをかけたのはクラリライチ、開幕ウェイツーカウンター美味しくなったのライチ、一気に運んで画面端へ、6人読めているが反感が取れず、立ちエスカしての逃げはバーストになってしまう、A 組さして、ここはつまめ目まぐるしく展開が入れ替わる、中段当たって体力溶かしていくのはライチ側、画面端の攻め、2に当たる、一戦カウンター見逃さない、3枚取って置き攻めは 2A からエクシード読めている、飛んで一旦中央の立ち上から投げ紫抜ける、もう一回抜ける、ツバメアシュラー届け、ここはダッシュになってる、置き攻めはディグイからカウンターアサルト、棒はしっかり見えている、逃げて2ビ届かず、直ずずしく投げていったか、ここ抜ける、グー投げ当たる、高さが高いのでとりあえず毒、この毒が素敵になりそう、ジャンディから発信6D 総称 6A 総称、ここは熱波借りに行ったところ、美味しくいただく、さあ今の1ラウンド競り勝ったのはかなり美味しいと思う、初めから2円下飛んでる、ここは投げは、ここはオーバードライブ、生スタート立ち見、4枚回収してエクシードまでしっかり、流れは一気にマングに転がる、開幕で開幕10秒足らずでマークが全部揃ってしまう、シフから攻めの起点作っていきたいが空対空見逃さない、さらにしっかりと状況取り終わった、立ち切りにもなず 2D から暴れ潰し投手、三振ラピッテ立ちに対してガーキャンオブドライブ、 2D 使ってガードしきる、戻ってきてバグが忍法炸裂、立ち 6D から投手熱っぱなし、低空層はちょっと飛躍するが見逃さない、ここアドリブしっかり、ツバメ立ち見からチョップ
わからなくなったぞ。引っ掛けて上からかぶさってくるし、カウンターされた。距離を離していきたい。よーちゃんと足に2A 取られる。爆発巻き込まれて4対4。これバングの爆発多分削り、シロさん削りあるかどうか知ってる？削れるよね多分ね。どっちだろう。 2A だったからギリギリ隠らなかったかもしれないんだけど、いや隠ったかな、わかんない。さあお互いリーチの4対4最終戦、試合の流れはどちらもある感じなんですけど、どっち勝つんだろう、マジわかんない。9試合目最終戦、先手引っ掛けたのライチ、 6D は空中当たっちゃう。ムサからここはオーバードライブ、オーバードライブで返してエクシードすかして設置になって、ここは被害継承、いろいろ絡まって押し付けているのはライチ側。あの釘が後で生き生きしてくるような気がするんですけど、まだ分かんない。 2B が刺さってライチのターンになる。エースかし 2B は反応してる。ここで来て 4D 当たる。画面端ライチのターンが続く。直側絡めて逃げていくが4ダージャンルに落ちてくる。投げたのはバング、まだ分からない。損傷から奥攻め DV からの透かし系段択、選択したのは山、マークが全部つく。空対空ジャンディ落としてここでバスト、まだ分からない。三振ガードして 2A2A ツーバメ入院。さあ先に2着かけたのライチ、ジャンビシー引っ掛けたのはバングは毒つけてマークつけて一気に画面端へタッチは飛んで位置入れ替えて、ここで追っかけたところに棒が当たる。空投げを外してタッチに置いてある。爆発巻き込まれる。さあクラリが叫んだところ見逃せない。しっかりと投げていく。毒投げ毒ちょっと足りない。釘が怖い釘が怖い。ジャンエン釘しっかりなしていく。ラスト一戦最終戦、立ちへ開幕はバング、しかししゃがみぐらいまだ安い。押し込んでオーバードライブエクシード飛んでかわす。立ち火が当たって押し込んでいくライチ、中段立って 4B スカルシフ滑空エクギ A 対空してる。見逃さない立ち2A が当たって画面端エクス、オーバードライブエクシード、まあ取られる。そしてフェイタルの最大取ってこの男、前転したくなるやつ、ここはできない。ジャンディ落とされて総称タッシーログリーから大噴火しっかりってことで4対5勝ったのはフックバング。